ザクアイはガンダムシリーズに登場する架空の兵器。有人操縦式の人型ロボット兵器、モビルスーツの一つ。書出は1979年に放送されたテレビアニメ、機動戦士ガンダム。作中の敵側勢力であるジオン広告軍の量産機で後継機のザク2に駆使力の座を譲った旧式機という設定。機体色は主に藍色と能力色。 機動戦士、ガンダム劇中では、カデムの蒸気として登場し、テレビ版を再編集した、劇場版、第3作、機動戦士、ガンダム3巡り合い宇宙編では、早くとして登場する。機動戦士、ガンダム劇中では、後継機と一括して、ザクと呼ばれる。名称は他に、旧ザク、旧型ザクなどがある。メカニックデザインは、大河原国当記事では、 各バリエーション機の解説も記述する。ザク通直径の発展機については、当該項目を参照のこと。書質であるテレビ版、機動戦士ガンダムでの唯一の登場エピソードである。第3話、敵の補給艦を叩け。では、本機の名称が呼ばれるのは、カデムの、このザクとて、ワシと百戦錬磨の戦いの中をくぐり抜けてきたのだと、シャア・アズナブルの、 貴様のザクでは無理だという二つのセリフのみであり、いずれも単にザクとされた。ただし当時の設定画では、旧ザクと表記され、通常型のザクと区別されていた。旧ザクの表記はその後も、漫画ゼロの旧ザクやプラモデル、HG1、144ザク I、Q、ザクといった作品名、商品名にも使用されている。 1981年10月にバンダイからプラモデルとして商品化された際には旧型ザクとされた。ただしこの名称は同年3月のラポート間機動戦士ガンダム大辞典が初出である。同年9月発行のガンダムセンチュリーでは本機を MS-05 ザク I、通常型を MS-06 ザク II として区別された。 この設定は、モビルスーツバリエーションや書籍、エンターテインメントバイブルシリーズでも継承された。機動戦士ガンダム公式百科事典、ガンダムオフィシャルズでは、ロールアウト時は、ザクと命名されるが、MS-06 が、ザク2とされたことにより、遡って本機が、ザクイと呼ばれるようになったとしている。また、OVA。 S m s イングルーマイナス1年戦争広くマイナス第3話、軌道上に、現影は走るでは、映像作品において本機が、ザクアンと呼称されるに至った。資料によって、主に上記のザク以外の3種の名称で、表記されており、機動戦士ガンダム公式ウェブでは、旧ザク、英文表記は、ザクアイが併記されている。ジオン広国軍は、地球連邦軍に対する独立戦争に備え、 ミノフスキー流子化における、有種海領域における、新型の戦闘兵器として、ジオニック社のジソ3を、モビルスーツ MS-01 として、採用、実戦タイプの開発を命じる。それに応え、ジオニック社は、ワイムズ -05A、05ザクを提出。一方、チマット社は大水力機である EM、EMS-04、ズダを開発し、宇宙世紀75年に、 正式採用の選定試験を実施。性能では、ズダガザクを圧倒しながらも、試験飛行中に事故が発生。その結果安定した性能を発揮したザクが採用されている。開発には、ジオニック社からジオン広告軍に出向したイリオットレム少佐が携わっている。初期生産型の MS-05A を経て、実践用の後期生産型である MS-05B が、 量産化され、総計として820機が生産されている。機体各部の動力パイプをすべて装甲内に収納していることによる非効率性やジェネレーター出力が低いことなど、設計当初から多くの欠点が露見している。その後の改良により、性能全般が向上した m s 0 6ザク i 2が完成。 これにより一年戦争開戦時にはすでに2009兵器となるもののザク2の配備数の少なさから生産されたほぼ全機が実戦参加している。ザク2の配備が進むと補給作業などの2009任務に回されることとなる。しかし、対戦後期になってもザクアイを継続して愛用するベテランパイロットも多く。 最終決戦の舞台となるアバオアクーでも新鋭機と共に配備され実戦参加している。また、地上戦線にも MS の不足を補うべく多数が投入されている。その他のガンダム作品ゲーム、ギレンの野望自ン独立戦争機のムービーでは、ブリティッシュ作戦において、スペースコロニーへの毒ガスを注入したシーマガラハウの登場機として登場する。なお、 同じ場面が描かれた、機動戦士ガンダム巡り合い宇宙では、搭乗機が、ザク2となっており、一定していない。下記の通り、ゲーム、機動戦士、ガンダム戦記では、エリク・ブランケ専用機が登場している。ゲーム、ジオニック・フロント機動戦士ガンダム・00では、ゲラート・シュマイザー専用機が登場しているほか、マット・オースティンがこの機体を愛し、新型には、 絶対に乗らないというこだわりを見せている。漫画、魔法の将尉ブラスターマリでは、追加ザクなる機体が登場する。サイド3のあるコロニーのジオン軍基地で、戦力として数えられることなく、格納庫に保管されていたが、謎の女性主観ブラスターマリ将尉が登場し、数度にわたりコロニーの危機を救っている。胴体部が、ザク痛開封のボディになっているのが特徴。 従来の武装はなく、おかしな格好をした魔法使いからもらった魔法の布団叩き、魔法の肺叩きを武器に戦う。なお、追加地帯の名称は、ブラスターマリの正体であるマリコスターマインが子供向け MS 図鑑の旧ザクという記述を読み違えたことに由来する。テレビアニメガンダムでは、ルジャーナミリシャにより発掘されたボルジャーノンとして登場する。 作中では、ザクアイとザク II の双方がこの名で呼ばれているが、ルジャーナミリシャのスウェサイド部隊の隊長だったギャバングーニーの専用機として黒く塗装されたザクアイが活躍する。対戦アクションゲーム、機動戦士、ガンダム連邦 VS ジオンでは、第一作では格闘攻撃は原作通り、ショルダータックル程度だったが、続編のデラックス以降のシリーズでは、 多くの格闘攻撃が八極剣のようなモーションへと変化している。ガンダム世界とは全く趣きを意味するが、東秀夫の漫画、スクラップ学園では、酒が切れると転がる、生首の群れが見える、アル中教師が登場し、その生首の中にガンダム途中隊長、使用ザクアイの頭部が混じっている。ザクアイといえば、旧型のマイナー機だった当時としては、非常に珍しい登場であった。 機動戦士ガンダム放映直後の講談社ホビージャパン等の出版物では、動力パイプが内蔵されているため動きが鈍く、戦闘には向いていない、作業用 MS などと解説されている。劇場版、機動戦士、ガンダム3巡り合い宇宙では、マシンガンを装備した姿が新規に描かれ、必ずしも戦闘に使えないわけではないことになった。そもそもガデム自身が、 ザクアイを操縦して、実践を経験したという趣旨の発言をしている。ザクアイと、2との相違点としては、機体各部の動力パイプが内装、右肩のシールドを描く、モノアイスリット真正面の支柱の存在。左肩アーマーにスパイクを描く、頭部後方に小さな、トサカ状のパーツがある、後頭部カタン及び両足ふくらはぎカタンの裾が、円状にえぐれている、などがある。 ザックマシンガンの弾倉はドラムマガジンと呼ばれているが実際にはパンマガジンでありトンプソン m や・ m ー1928や PPSH-41 などが使用している現実世界における遠藤型のドラムマガジンとは構造が異なるガンダムセンチュリー以来この名称で呼ばれ続け未だに改められていないなお 105mm ザクマシンガンのような縦にパンマガジンを装備する 機関銃は実在するもので、重力下での使用に、問題云々の非公式設定があるが、m s イグルーの劇中では、地球上で問題なく使用されている。漫画、機動戦士、ガンダム m s イグルー603に登場。試作型は便宜上の名称で、本作及び、OVA、機動戦士、ガンダム m s イグルーマイナス1、年戦争広くマイナスでも単に、ザクアイと呼ばれる。 ズダと MS 正式採用試験を競った機体で2機が参加している。砲術の A、B 型と外観上の差はなく、左肩のアーマーにワイムズマイナス0語、G ニックと記されている。モノクロでしか確認できないが、全身を一色で塗られていたようである。なお、漫画、工芸の新松永では、この時のパイロットの一人はエリオットレム少佐とされる。 モビルスーツバリエーションで設定された。前期生産型とも呼ばれる。27機が生産され、これらにより共同機動大隊が編成されている。パイロットの要請や戦闘技術の研究が行われ、MS による基本的な戦法を確立している。胴体はキシリアザビ大佐によって指揮され、シャア・アズナブルも在籍している。 ただし同大体の設立時期は B 型のロールアウト後であるとも言われる。A 型とともに MSV で設定された。実戦系とも呼ばれ、一般的にザクアイと呼ばれる機体はこのタイプである。A 型の実像データをもとに各部を回収したタイプ。コックピットや走行材質などが改善されている。外観に変更はないが、 胸部装甲が完全な局面のものに変更されているとも言われる。ザック2の量産開始までに793機が生産されている。A 型で構成されたと言われる共同機動大隊において、後に黒い三連星と呼ばれる第二中隊 D 小隊の機体は B 型であるとされる。カラーリングはダークシーブルーとされるが、ライトグレーと黒の塗り分けとする資料もある。 メカニックデザイン企画、ハーモニー・オブ・ガンダムに登場。旧式化したザクアイを長距離狙撃用に回収した機体。本国からの支援がほぼ打ち切られた。キャリフォルニアベースにおいて、ゲルググで実用化されたビーム兵器の携帯技術を転用し開発された。サブジェネレーターを搭載した大型のランドセルに換装することで長射程のビームスナイパーライフルが使用可能になっている。 頭部は狙撃用に、ザク強行偵察型のカメラアイを使用。右膝には、狙撃姿勢を保つため特殊なギアが設置されている。近接戦闘に至った際に管理率を高めるために、頭部に、バルカンが装備され、ザクマシンガンを使用する場合もある。機動戦士、ガンダム UC では、ジオン軍残党の四無ク学少佐の愛機として、登場。頭部にブレードアンテナが装備されている。 アニメ版ではさらに、ビームスナイパーライフル用の予備バレルの収納ケースが、ランドセルに2本、機体固定用フックが、胸部前面と、背部上面に、計4箇所追加された。またコクピットは、前面の上下左右にモニターパネルが配置され、一年戦争末期に導入された統合整備計画に準じた仕様となっている。ゲーム等のメディアミックス作品では、それまで、 ジオン軍に不在だった一年戦争初期から扱うことができる、いわゆる低コストな機体として、連邦軍のジムスナイパーに対応する立ち位置の、狙撃型 MS として登場することが多い。ザクアイスナイパータイプ漫画、機動戦士、ガンダムサンダーボルトに登場する機体。メカニックデザイン企画、MSVR に登場。名称は単に、ザクアイと呼ばれる。旧式となった、ザクアイを、 レトロフィットした機体。MS-05B をベースに熱核反応炉を乾燥し、頭部に動力パイプの追加、肩のアーマーは両肩に装備されている。宇宙世紀78年に製造、正式採用され、第1機回収計画では162機、1年戦争末期に再開され30機足らずの MS-05B が回収されている。 性能向上と規格の共通化により、ザック2とほぼ同様の武装が使用可能となり、最前線の部隊に優先的に配備されている。書籍、機動戦士、ガンダム戦略戦術大図鑑で、ギャビーハザードが最初に登場する機体は、レイゴ・ S とされる。またゲーム、ジオニック・フロント機動戦士ガンダム・ WO』に、登場するゲラート・シマイザー専用機も MS- レイゴ・ S とされる。 B 型からの変更点など詳細は不明である。また、OVA 版、機動戦士、ガンダムザオリジンにも、別の MS-05S が登場する。サイバーコミックス01、および、ガンダムジェネレーション1掲載の大きい置の漫画、スタンピード、ミノフスキー博士物語に登場。ハイブランドセルに、円盤型の巨大なミノフスキー粒子散布ユニットと、 スラスター一体型のプロペラントタンクを2機ずつ装備している。ベースはザクアイとされるものの、頭部はザク2と同型で、本体もかなり形状が異なる。サンプユニットの形状に由来するミスタードーナッツという愛称を持つ。宇宙世紀80年にザク2及びザク 2R-2 型らしき機体とともに連邦軍に亡命したミノフスキー博士のノル。 宇宙艦を襲撃し撃沈している。この時の機体は緑を基調として塗装されているが、他にブルーグレーとライトグリーンを基調とした機体も確認されている。漫画、OVA、機動戦士、ガンダムザオリジンに登場。細部を除いて原作版とあまり変化はない。武装は、後のザ雑通と共通だが、シールドは、ブグのものを傾向する。形式番号に、 A 型と B 型の区別はないが、OVA 版では後日の S 型が新たに設定されている。OVA 版にのみ登場。ザク2に機種転換される過渡期に生産された上位モデル。先行生産されたザク2用の右肩シールドと左肩スパイクアーマー、ランドセルが装着され、基本性能の底上げがなされている。うち1機がシャアの上機となり、 後のザク草 S 型と同様の配色に塗装され、ジオン独立戦争初戦のフォンブラウン中域戦に参加する。漫画、OVA、機動戦士、ガンダムサンダーボルトに登場。関節部にはシーリングが施されており、足裏には機体固定用の爪が収納されている。バックパックは、大型化されメインスラスターは縦に2発、左右に、 スラスター一体型のプロペラントタンクおよびサブアーム一機が装備されている。かつてサイド4であった暗礁中域、サンダーボルト中域で活動するリビングゲット手段に濃淡オレンジで塗装された機体が複数配備され、主に艦隊護衛に使用されている。オレンジと黄色を基調に塗装されており、一機が失われたザク2の代わりに長距離ビーム放題。 ビッグガンでの狙撃用に回され、ダリル・ローレンツ総長が登場。フルアーマーガンダムと交戦になるが、クラッカーにより毎発で逃走に成功する。同型の機体は一週間戦争でも見られ、セーレーン機動艦隊にも、ノータンブルーで塗装された、作業用の機体が配備されている。形式番号は MS、MS-05 と表記されるが、正確には B 型である。ありがとうございます。